ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がレンジローバーオートバイオグラフィー LWP2015 年式3万8000キロこちらの車両になります。いつもレンジ紹介するときに、はい、ランドローバーレンジローバーって言おうかレンジローバーで行こうかちょっと迷うところなんですけどそうですね、今回はレンジローバーでレンジローバーで、はい、で今回ご紹介させていただくこちらの車、はい、実は前オーナーがはっきりしてるんですよね、はい、っていうのはボンド東京の店長、はい、内山店長の元愛車ということで、はい、まあ、本来だったら愛車紹介で登場したかったところなんですけど、そうですね、まあ、乗り換えもあり、はい、そうですね、もう乗り換えちゃったのと、あと今日登場してもらおうと思ったんですけどちょっと忙しいということなんで、はい、ちょっと僕と池田君で、はいはい、紹介させていただきたいと思います、はい、なんで、まあ、ちょっといつもご紹介させていただくお車よりかは少し距離が多めですけれども、うん、あ、はい、まあ、ちょっと出どころもはっきりしてますし、はい、まあ、コンディションも良好ということ で、 そうです、はい、今回ご案内となります、はい、でちょっとそんなに最新の車じゃないんで、はい、まあ、ああなってます、こうなってますっていうのを、うん、皆さんご存知のところだと思うので、あ、はい、まあ、今回はちょっとこの車の個体の紹介と、うん、はい、まあ、あとは改めてになる部分をちょっとご紹介させていただけたらと思います、はい、で今回僕予習してこれって結構久しぶりの LWB だったんですね。あ、そうですね、はい、なんか20年ぶりぐらいの、20年ぶりでしたからしいですよ、僕読んだ夢も、まあ、ロングホイールベース長い間空いてますね。そうするとでこのロングホイールベースがもう完全にその後席のところで撮ってるということで、はい、まあ、後ろの座席のスペースが約200mm、ね、20mm ぐらい長くなってる、はい、でそれによって結構車のキャラクターも、はい、ショートとロングで違うということで、うん、なんか直進安定性がすごくやっぱり良くなってる。そうですね、あと僕読んだ読み物だと駐車場に止めた時にやっぱりこう20センチ分ぐらいこう出るじゃないですか、はい、うん、でどやれるっていう、まあ、我々としては結構車内で移動してても本当長いなっていう感じは、ね、はい、しますね。もう本当にサイズ感で言ったらもうアメ車みたいなそうです、はい、だまあ使い勝手だったりだとか駐車環境なんかはやっぱりちょっと限定されちゃうのかな、はいはい、ただそれが許される方であれば、うん、こんなになんかサルーン並みの性能を持った SUV っていまだにあんまりないじゃないですか。ないですよね。レンジローバーって私も本当に SUV の中では本当にもうトップ3というかもう本当トップでもいいんじゃないかと思うぐらい乗り心地がいいと思ってるので、ですよね、はい、で最近割とこうドイツ御三家でもいろいろ GLS とか、はい、そうですね、X7 とか出てきてましたけど、はい、それでもやっぱりちょっと頭一つ抜けてるなっていう感じはしますよ、ね、はい、早速外装の紹介に移りたいんですけども、はい、今回のお車はなんか黒くなるパッケージがついてるということで、そうです、ブラックデザインパックが、純正オプションのが入ってますので全体的にかなり引き締まったというか少しいかつさもありつつの、はい、黒でまとめられた個体になります。なんか内山店長が乗ってたってい う、 こうフィルターがかかってるからかなんかすごく改造してる風に見えるんですけど、はい、基本的に全部最初から黒いんですね。はい、そうです。これいいですね。いいですよね、はい、やっぱまあエンブレムなんかも全部ブラックで統一されてるので、ボディグリルなんかも、はいはい、しっかり黒くなって、でしかもこれ同色なんですね。そうなんですよ、グロスブラックとかではなくてちゃんとボディ の、 サントリーニブラックの同色っていう形です。ちょっとメタリックなんですかね、はい、はい、パールというか、その普通だったら結構ピアノブラックとか、ね、ストリートのブラックで塗られてることなんか多いですけど、ちゃんと同色で塗られてるんで、はい、一体感がやっぱりある。そうですね、はい、そしてそれがもうほぼ全部ですよね。下側のここだけ唯一そうです、はい、まあ、ザラザラのパーツが残ってるかなと、はいはい、だから今回のこの外装がまずすごくかっこいいと、はい、でレンジローバー一番現車確認しないで買っちゃダメな車だと思うんですよ、はい、っていうのオプションが本当に無限大というか、多いですよね、個体差がすごいんですよね。そうですね、まあ、大きい主要的な装備っていうのはやっぱこのクラスになるともうある程度標準で、特にロングホイールベースのものなんかついていることが多いんですけども、細かい部分のやっぱオプションの選択肢が結構広かったりするので、そこは現車ご確認いただくのがいいかなと思います。で今回ご紹介させていただくのは、まあ、そこそこ充実してますし、はい、まあ、あとはオートバイオなんで標準のものも割とあるんで、はい、いろんな方に乗っていただけるんじゃないかと。で早速横行っちゃいましょうか、はい、横もホイールこれ純正ですけどすごくかっこいいですね。はい、オプションのホイールですね、22インチになります、はい、これもなんかよく見るとちょっと天面がこうブラッククロームみたいになってて、はい、
これ僕塗ったんかと思ってたんですよ、ずっと。あ、なるほど、そうです。これオプションで設定があるホイールですね。これちょっとなんか車外みたいですよね。もしくは純正にちょっと手加えてあるんかなと思いきや、うんうん、これが純正ということで、はい、そしてタイヤの方が295/40/22インチのコンチネンタル、はい、これも僕が予習したところだと、なんか車 の, その乗り心地が良すぎて、なんかそのタイヤの性能差が結構出るとかって。あ、なるほど。これも今履いてるのも多分新車装着時のなので、まあ、タイヤはもしあれでしたらまあ変えていただく、やっぱ今の性能高いものを変えていただくのもいいかなと思います。なるほど、まあ、それなりに年数も経過しているということで、まあ、少し硬くなっているのもあるかなと、はい、そうですね。2015年36周なんで、これ内山店長は変えといた方が良かったですね。はい、まあそうですね。ちょっとこの辺は変えポイント。ただ、まあ溝はまだまだ。そうなんですよ。はい、残ってるかなと。はい。はい、まあ、半分以上はあるかなと。え、そうするとだいぶタイヤの持ちいいですね。持ちいいですよね。なんか、こう極端なひび割れとかも、パッと見はなく。そうですね。なので、はい、気持ちはいいのかなと思います。ただ結構立ってるんで、まあ、ちょっと硬くなってそうな気は。そうなんですよ。乗り心地とか考えると、まあ、やっぱ新しい大変交換いただくのがいいと思います。すね、はい、まあ、交換推奨ということで。はい、であとはもうレンジローバーといえば、僕が説明するまでもないと思うんですけど、サルーン並み の, その高級感もそうなんですけど、まあ、要はだからもう本当に SUV の性能も、本当にこう、なんですか、手を抜かない。そうですね。もう車大きくても小さくても、うん、はい、オフロードに向けた仕様でも、レンジみたいなすごく高級な仕様でも、とにかくもそこに関しては手を抜かないということで、はい、で足回りがなんか調べたらフロントストラットで、リアがダブルウィッシュボーン、はい、ただこれも普通に聞くとなんか、まあ、普通の組み合わせかなって感じですけど、はい、ストロークが半端ないんですよね。ストロークすごいです、はい、これ私も実はちょっと、まあ、あまり大きい声では言えないですけども、ランドローバーってちょっと、まあ、ラグビーワールドカップがあった時にスポンサーしてたメーカーなので、その関係でちょっと前職の方で実は本国のインストラクターから講習を受けてライセンス取って、ワールドカップの会場でランドローバー使用して、こうオフロードの走行とかをちょっと僕運転してやったりしてたんですけども、とんでもないストローク量で、マットテレーンとかオールテレーンのタイヤを履かず、通常のこの新車装着地のタイヤでオフロードもガンガン行ける仕様になっているので、本当に私も外から見た時にストローク量はびっくりしました。でそれがもういかなる状況であっても路面を捉えるっていうところにつながってるみたいな、はい、そうです、そうです。だからこの僕みたいにスペック中になっちゃうと、いやなんだ全然フロントストラット普通じゃんって思いがちですけど実はすごい性能が、そうです、そうです、はい、この足元になっております。そして今回の車は LWB ロングホイールベースということで、はい、ここに L マーク入ってますけど、はい、これが今回ペイントされてるってことで、これは、はい、そうです、ペイントされてますね。内山店長の仕業ですね。はい、絶対そうだと思います、はい、で、まあ、全体的に真っ黒黒になってると、はい、はい、そしてあとは、まあ、ショートでも5メートルオーバーってことですけど、はい、そこからさらに長くなって、全長の方が5205、はい、はい、幅以外にあれなんですね、1000超えてないんですね。幅はその2メーターまでいってないですけど1985ということで、はい、ただまあかなりでっかい。レンジローバーはだいたいもう1m90後半ですよね。そうですよね、ほぼほぼで、まあ、実際所有されてさ、内山店長曰くやっぱり線引いてあるところに止めてももうギリギリっていう感じらしいんで、そうですね、まあ、あと長さがかなりやっぱり出ちゃうんで、はい、まあ、その切り返しだったりとかっていうのはちょっと慣れが必要かなって、うん、はい、なるほど、はい、そんな感じになります。であとはやっぱり真っ黒いいっすね。黒いいですよね。ここまで黒でまとまってると本当になんかあんまりどこをどうするっていうのは本当にないのかなっていう感じはします。もう本当に数々お客様の車改造させていただく内山店長ですけど、うん、このまま乗ってたっていうのが分かります。そうですねこれでいいかなっていう、うん、まあ、強いて言えばタイヤが先ほどちょっと触れさせていただいたように2年生経ってるので、まあ、タイヤとホイールセットで少し足元変えるっていうのはありかなと思います。それいいですね、はいはい、で、あとはむやみにこうローダウンしたりとかしなくていいじゃないですか、はい、なんかもう適度な車高で、はい、タイヤホイール交換だけでもだいぶ違うんじゃないか。そうですね。あとこの後紹介しますけど、今回の車は電動サイドステップもついているということで、はい、この動きなんかもちょっと内装紹介の時に見てみたいと思います、はい、さあそして後ろも同じくサイズは4本年ですよね。295/40/22ということで、はいはい、そしてあとは後ろ回っていきましょうか。後ろって最近新しいの出たじゃないですか、はい、全然違くなっちゃいましたね。全然変わりましたよね、はい、テールライト最初私どこ行っちゃったんだろうと思ったぐらい
はい、まだ新しいのはちょっと見慣れないんですよね。そうですね。なんか噂によるとなんか EV とかそういうのも見据えたデザインかっていうことらしいですけど、うんうんうん、ちょっとまだこっちの方がらしさを僕感じたいかなっていう, そうですね、はい、気はします。で後ろもしっかり全部黒くなってて、はいはい、あとエンブレムが今回の車外されているということで、はいはい、これもあの内山店長の仕業ですね。そうですね、はい、まあこれもあの戻したいよっていう方がいらっしゃったら部品で取って戻すなんてこともできますので、はい、お気軽にご相談いただけるといいんじゃないですか。であとは、マフラーが確か見えないんですよね前期は。そうです、はい、そうですよね、まあ、一応下側に出口だけ出てますけど、はい、あとはこの方はあれですよね、外してヒッチメンバーなんかも簡単につけられるということで、はいはいはい、こんな感じになっております。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、まあ、当然のソフトクローズ付きということで、はい、そして下側にはこの電動サイドステップ、はいはい、これ今車高は下がってる状態ですよね。下がってる状態です、はい、なのでまあこのぐらいであればそのままの乗り降りもできなくはないと思うんですけど、はい、まあ、いかなる状況でも乗りやすいように、うん、レンジ私も販売したことありますけど、まあ、電動サイドステップはあった方がすごく乗り降りはしやすいかなと思います。で、特にあの後ろの座席乗り降りの機会もあると思いますし、はい、うん、あとはファミリーユースなんかもやっぱり多いと思いますので、そうですね、まあ、女性の方お子様なんかも使用しやすいかなと、はいはい、そして中もあのすみません、なんかあの身内を褒めるようになっちゃいますけど、はい、あのかっこいい、そうですね、はいはい、真っ黒で、まあ、それはあのこれ乗るよなっていう気がします。そうですね、はい、でちょっとコントラストのステッチになってるんですかね。はい、そうです、はい、シートだったりが白というかグレーの明るめのステッチが入ってて、はい、シートやっぱりいいですよね。いいですね、もうやっぱイギリス車レンジローバー特にレザーの質感なんかもいいですし、もうお手本のような高級車でございます、はい、そして調整の方も22ウェイってことで、はい、ポルシェの高いやつでも18ウェイですよ。そうですね、はい、どんだけ調整させるんだって。そうなんですよ、はい、これはあの僕が所有してたらもう迷子になります。迷子になりますね、はい、非常に幅の調整の幅の広いシートと、まあ、ちょっとまあシートも含めたあれですけど、はい、あのレンジローバー の, そのなんか哲学でもうデザインされてるこうインテリアなんで変わんないんですよね。要は水平基調のものだったりとか、はい、そうですよね、ちょっと高めのシートだったりだとか、でその水平基調っていうのがなんかその SUV でその岩場とか乗った時も車の水平が分かるように、はい、あえてその曲線を使ったりしないっていう、でなおかつ高級感もある、はい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います。はい、ですね、短足の僕でもあの助かります。まあ乗れなくはないですけど、本当欲しいそうですね、はい、そしてオートバイオの、はい、サイドステップもついてて、はい、そして内装はこんな感じです。ステアリングいつも思うんですけどちょっと大きいですよね。レンジ大きいですよね。ちょっと大ぶりですよね、はいはい、そしてレザーで、まあ、ある種ファンクション的なのついてて、あとはあのこの年式まで、はい、なんかプロテイン塗装、そうなんですよ。スイッチ類は特にあのイタリア車とか、はい、あの BM も一時ありましたね。多分 BM もちょこちょこあります、はい、ちょっとこの質感すごくよくってこう柔らかめのこの塗装なんですけど、年数経過するとこう剥げてきちゃったりとか、そうですね、少しベタベタすると、はい、でこれちょっと進行度はそんなにいってないんですけど、少しこうこの辺とか、はい、ちょっとこうベタつきが出てるかなっていう。でこの次の年からなんか、そうなんですよ、変わって仕様が変わってるんですか。はい、はい、まあ、なんでこの辺はまあ使用環境だったりとかによってちょっとこの進み具合違ってくると思いますけど、はい、まあ、最悪はこのリペアもできますから、ね、はいはい、まあ、ご相談いただけるといいんじゃないですか。まだ全然大丈夫な感じはします。そしてステアリングヒーターなんかもついてて、はい、そしてメーターはこの液晶タイプのおなじみのメーターでございます。一応スピードとタッコ、はい、そして真ん中にインフォメーションがあるタイプでございます。そしてステアリングの調整はフル電動でこんな感じで幅広く調整できます。はい、そして確かにアイポイント高く感じますね、改めて。そうですね、はい、なんか9センチぐらい他の SUV に比べて平均ですよ、うん、はい、なんか高くしてるみたいです。身長でいうと20センチか30センチぐらい高いぐらいのなんか視点でっていうんで設計されてるそうです。だすごく視界がいいですよね。視界いいですよね、レンジって、はい、こんな感じになっております。そしてナビ周りはちょっとあのこの辺一癖あるんで、はい、市場でご紹介させていただきたいと思いますけど、簡潔に言うとちょっと画質が、あと使い勝手が、ね、はい、もう現代的な車と比べちゃうと、はい、ちょっと難ありかなと、はい、ただこの辺も、まあ、慣れていただければ特に操作は問題ないのかなと、はい、こんな感じのナビになっております。そしてあとはエアコンの方は4ゾーンということで、はい、フロントリア
左右独立のものがそのままついております、はい、そして内山の iPhone って出てきました今、はい、そしてシートの方は当然のシートヒーター、ベンチレーション、なおかつマッサージもついてる、はい、タイプになります。そしてエアコン、はい、ダイヤルで調整も可能なこんな感じになっております。そしてシフトがこれキーをオンにするとニョキニョキって出てくるやつですね。そうですね、はい、はい、ダイヤル式のものになります。かけないということで、はい、失礼しました。ちょっとかけたいと思います。ポチッ、はい、この入ってくるタイプのシフト、はい、こんな感じになっております。そしてやってまいりましたオールテレイン2、はいはい、2になってさらに進化して、そうです、まあ、非常にあらゆる路面を、はい、走行できるようになっていると。でこれ僕好きな動画でローラーテストっていうのがあるんですけど、はい、要はタイヤをローラーの上に乗せて、はい、まあ、出られるかどうか。へで一番最初は、まあ、四輪どこかに一箇所ローラーの上にタイヤを乗せて、はい、まあ、出られるか。でだんだんこう数を増やしていって最終的に3箇所、はい、車のタイヤ3箇所をローラーに乗せてそのまま出れるかっていう。おおむねレンジローバーはめちゃくちゃ優秀めちゃくちゃ優秀なんですよ。ちょっとディフェンダーレンジのやつは探したんですけどなかったんですよ。そのディフェンダーの底がその動画があるんですけどちょっと池田君見てください。わかりました。やばいです。多分でもさっきも触れましたけど僕もそのワールドカップの時にオフロードやった時もこう片輪浮かせるような本当にこうアクロを作って収集していくんですけどほぼやっぱタイヤがこう設置してないタイヤが多くなっても片輪1個でも設置してるとそれでうまく進んでくれる体験をしたので、まあ、今の動画の話を聞いて納得ですね。もうとにかく四駆の性能がすごいんですよ。うん、そうですね。だ結構プロモーションもいろんなことやってて中国のなんか階段登ってったりとか、はいはいはい、それ確かレンジスポーツかなんかなんですけど、うん、あとそのスケボーのコースを、はい、それなんだっけな、それちょっと車種を忘れちゃったんですけど、はい、スケボーのコースをこう走ったりとか、まあ、とにかく四駆の性能が、はい、まあ、その辺実証済みということで今あれですよね、柏の確かディーラーさんにオフロードコースがあるはずです。あ、そうなんだ。去年だか一昨年オフロードコースをショールームのディーラーさんのショールームの横に確か作ったので確かあったと思います。なるほど。だから結構日本人はこのレンジの良さをレンジっていうかランドローバーの良さを半分も使ってないってよく言われるみたいです。うん、そうですよね。なんでまあその辺もしっかり、はい、ついております。そして車高の上げ下げだったりだとか、はい、この辺の機能なんかもしっかりついております。そしてドリンクホルダー、はい、ウッドの質感もすごくいいですよね。そうですね、はい、はい、そしてあとはアームレストの中こんな感じで、はい、これはどうやって開けるんでしょうか池田君。あ、こうか、はい、はい、失礼しました。冷蔵庫付きです、はい、冷蔵庫って言えばいいのか、これクーラー、はい、クーラー、これのクーラーが、はい、ついております。これオプションですよね。オプションです、はい。そしてこの辺がちょっとにぎやかなのは、後付けで地デジがついてるということで、はいはい、この辺の入力なんかは少し今回の車はさすが内山店長ミラーリングも、はい、ついております、はいはい、これでじゃあアマプラもネットフリックスも子供に見せながら運転できるというあとはペダル関係は、はい、僕の勝手な先入観でいくと、はい、イギリス車ってちょっと一癖あるなっていう。あ、ただ全然この辺も、はい、そもそも広い。広いですね。確かにフットスペースがめっちゃ広いです、はい、で結構スポーツカーなんかここちょっと出っ張ってたりしますけど、まあ、SUV なんでこのアクセルスペースもすごく広く取れてますし、ブレーキ もう本当にドセンター、非常に運転しやすい感じです。そして天井関係はここもスウェード調になってるんですかね。はい、はい、で天井もスウェード地、はい、バイザーもスウェード地、スウェード地っていうかちょっとマイクロファイバーみたいな素材ですね。そうですね、はい、なんかアルストンっていうんですかね。なるほど。非常に質感がよくって、バイザーも SUV タイプの定番2枚ついております。はい、はい、いや豪華。そして今回の車はレーダー探知機もついてて、そしてやってまいりましたルーフ、はい、これ、パノラマが標準。そうです、はい、はめ込みのパノラマルーフが標準。そしてもうちょっと出すとスライディングになる、はいはい、今回の車はスライディングタイプがついててでかい。でかいですね。
これいいっすね、はい。まあ、特にロングホイールベースのオートバイオなので、まあ、これがやっぱ一番いいと思います。後ろの開放感もそうだし、後ろが明るい、はい、そうですね、はい、はい、でブラインドもついてて、このパノラマのシェードがついてるじゃないですか、うん、だから全然後ろのこう明るさが調整できちゃうというこんな感じのルーフになっております。そして助手席の操作も運転席からできるので、はいはい、後席の空間もここで簡単に、はい、確保できます。こんな感じの内装になっております。じゃあ続いて後ろの席も見ていきたいと思います、はい。まあ、今回はもうこのロングホイールベースの広い後席ですから、ちょっとドア大きいっすよ、はい、2人で乗りましょう、はいはい。池田君ちょっとこちらから乗りますか、はいはい。で今回ご紹介させていただいているのは5人乗りってことで、広すぎるぐらい広いです。ですね、乗って足元広いなってなるじゃないですか、はい。開口部がでかい、開口部でかいです。まあ、20センチがだいたいこれぐらい、開口部も大きくなってると思ってて、はい、めっちゃ乗り込みやすい、乗り込みやすいですよね。そして乗り込むと広、めちゃくちゃ広いです。あの僕の短い足だともう届かないんじゃないかっていうぐらい広いという、僕普通に深く腰掛けちゃうと足伸ばせないです、届かないですね前まで。これ運転席でもそうですからね、これマックス前までやったらもう全然届かないぐらい、そうですね、はい、いけんじゃないかと。で今回の車はリアのエンターテインメントがついてて、はい、一応フロントのものが映せるようになったと、はい。で地デジも追加してるんで地デジも後ろで見れると、はい。でこれがリモコンですよね。そうですね、はい、リモコンはこの辺りについております。なんか表示はなんか消したりとかがなんか一個ずつちょっとやらないといけないらしいんで、ちょっとその辺があの内山店長も面倒くさかったって言ってます。なるほど、はい。ただちょっと純正を生かしたシステムだともうそれをするしかないんですよね。そうですね、はい、こんな感じになっております。そしてあとはここめっちゃ深いんですよね。そうなんですよ、ちょっと信じられない深さですけど、はい、このぐらい肘ぐらいまで入ってる、はい、何を入れようっていう感じですね。本当ですよね。収納とあとはエアコン関係、はい。でこれがなんかフロントでロックできるっていうことで、あ、そうでしたっけ、はい。内山店長ファミリーユースだったんで子供にいじくり回されないようにロックしちゃったみたいです。で一応全部シートヒーター、ベンチレーション、そうですね、後ろまでついてますね。後ろベンチレーションですよ。そうですね、この形の車でですよ確かにめっちゃ豪華ですよね。豪華ですよね、うん。こんな感じになってて、でリアの入力でちょっとこの辺が後付けしてある、はい。そうですね、後付けしてあります、はい。あと今回ちゃんと正直レビューいきますね、はい、はい。ここがお亡くなりになってそうです。そうですね、はい、はい。これはちょっと直しようがないんで、うん、もし気になる方はちょっとこの中のユニット、そうですね、交換になるかなと、はい。こんな感じになっております、はい。内山店長はごめんね、うち DJ がいるからさって言ってましたなるほどなるほど、まあ仕方ない部分ですね、みたいです、はい。そしてあとは5人乗りなんでここが、はい、一応こんな感じで、はい。でシートも、5人乗りだと9度、はい、4人乗りの豪華なやつだと17度ぐらいまで倒せるということで、うん、ちょっとリクライニング角度が違うんですよね、はい。でも9度でも十分ですけどね。十分じゃないですか、はい。もうそのまま寝ていけるっすよね。寝ていきますね。もうシートの質感いいし、はい、もうなんすか、柔らかすぎないこの適度な反発の、そうなんですよね、シート。だってリアもこのパワーシートですからね。パワーシートです、はい。背中も、はい、このわずかなのって結構重要だと思うんですよ。そうですね、はい。であとはリアのこの電動もブラインド、はいはい、この辺もここであります。全部開け閉めできるんで、はい、めっちゃ快適ですねこれ。快適ですね。これも後ろに乗りたくなっちゃうような、ね、いや本当ですね、はい。ちょっとじゃあ今日試乗1人は後ろでいきましょうか、はいはい。こんな感じのリアシートになっております、はい。じゃあ続いて、はい、トランクも見てみたいと思います。当然のパワーテールゲートの方、はい、こうです。そうですね、下側もポチッと開きます。はい。そしてこの余裕の容量ですよ、はいはい。すごくないですか。すごいですよね。もうコストコ行けますよ。確かシートこの状態で2列目も普通の状態で909とか10とかそれぐらいのリッター数があるはずなので、はい。でこれ倒せるんですよね、後ろの座席も、はい、はい。そっち側か、はい、はい。でこれが4人乗りだと倒せないんですよね。確かボードがついてて倒せなかった気がします、はい。これで全部倒せるんで、もうそれこそ倒したらだってとんでもない容量、2000確か400ぐらいあります。なんか大型のバンぐらい荷物が積める、はい、
そしてこのラバーのマットとあと下側に、はい、ついてればオプションでスペアタイヤ、はい、あ、ついてますね、はい、スペアタイヤがついております。はい、はい、じゃあ続いてエンジンルームをちょっと見てみたいと思います。はい、エンジンの方がやってまいりました V8 スーパーチャージャー。はい、これさっきもちょっと話しましたけど、僕の読んだやつだとレスポンスにこだわってスーパーチャージャーなんですって書いてあったんですけど、原稿はターボになっちゃったんですね。もうターボが多いですね。はい、まあ、その分いろんな進化を積み重ねてきてるんでしょうけど、はい、やっぱりこうスーパーチャージャーのこの下から出るトルク、うん、っていうのはもうスーパーチャージャーしか多分できないと思うんで、そうですね、でこの辺がなんでスーパーチャージャーなのっていうところなんですけど、なんかこれ多分なんですけど、2000年のランドローバー解体されて、フォードに行った時の、はい、でその時にボルボ、アストン、ジャガーと全部こう合体されて、プレミアムオートグループ PAG っていうなんかグループにされたんですよ。はい、でその辺の関係で多分フォード系のこうパーツがついてたりとか、はい、これもジャガーのエンジンなんですよね。うんうん、はい、そうですね、この辺のエンジンが積まれてたりとか、はい、まあ、いろんなそのパーツ供給とかの兼ね合いでスーパーチャージャーと、うん、ただ結果的にすごくないですか。そうですね、このどでかいボディにこのスーパーチャージャー、後にも先にも多分この感じって多分ないと思う。まあそうですね。で現行に関してはもう V8 のターボか、それ以外ってもうハイブリッドしかないんですよね。そうです、ハイブリッドになってます。はい、でやっぱりエンジンってその出力も大事だと思うんですけど、うん、その感じるものってすごく大事だよねって。そうですね、はい、だちょっとこれの雰囲気とかを今回ちょっと試乗で味わってみたいと思います。はい、だと組み合わせるミッションが以上発足オートマということで、発足です。はい、まあ、一つ懸念されるポイントとしては、ちょっと今のこのガソリン高でちょっと燃費がちょっと心配かなっていう。そうですね、そこだけかなと。まあ、車体も重たいので。そうですね、はい、この方でオールアルミのモノコックボディになってるんですよね。はい、でなんかすごく何百キロ単位で軽くはなってるんですけど、それでも2トン600ぐらいあるということで。そうです。はい、まあ、その辺がちょっと走りにどう影響するのか。はい、はい、内山店長の自己申告だとかなり燃費が悪いってことだったんですけど、はい、本当にそうなのかちょっとこの後確認してみたいと思います。はい、続いて先頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。オーディオ、ミュージック、ソース、AX でナビに切り替えて、ナビ、地デジの電源が切れてる。この辺向けて、ああ映った映った、地デジの電源切れてる。これミラーリングもついてるんでしょ。ついてる。ナビ画面で映るようになってる。そうそう、ナビに外部入力で入れてるから。ああ、なるほどね、わかりました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。え、池田君助手席でいいの。いいです。はい、うちのカメラマンが、はい、特等席で、はい、くつろいでおります。参りましょう。じゃあ、はい、やっぱりショートの方が軽快、まあ当然ですよね。まあ、そうですね、はい、車も軽いし、あと値段結構違うんですよね。値段は変わります、ね、新車価格で500万円ぐらい差があるってことで、はいはい、まあ、そこら辺は絶対的なアドバンテージがあるかなと。あとはポイントとしてはちょっと小回りが効かないっていうことで、まあ、それはちょっと乗って確認してみたいと思います。はい、はい、そのぐらいでしょうか。はい、だとは先ほどちょっと内山店長登場してましたけど、地デジプラス、はい、今これミラーリングができるようになってと、はい、ただ画質がやっぱり最近のやつってもうなんか本当にタブレットと変わらない画質じゃないですか。はい、だからそれを見ちゃうとちょっと画質がなっていうのはあります。そうですね。ただまあGoogle マップなんかも使えるし、はい、これ横向きいけんじゃないかな。
はい、割とこの辺が使えれば、まあ、メディアも困らないし、はい、そうですね、はい、いけるのかなと、まあ、はい、ナビ純正のナビ自体のデータが古いので、そうですね、ミラーリングでやっぱ使うのが、あとは地デジがこんな感じで、はい、まあ、著作権の関係あるので長時間映せないですけど、はい、こんな感じで地デジも見れます。はい、まあ、そうっすよね。純正ナビがあんまりこう、うん、優秀で使いやすいかっていうとちょっとそうでもないと思うんで、はい、こんな感じになっております。では参りましょう。はい、いや質感高え、やっぱり。いや、そうですね。いいですか。はい、うわー、もうこう動き出した瞬間に分かる、このなんていうんですか、すごくフラットな感じ。はい、高級車独特のこう滑るような。ただ同時にやっぱ車体の大きさも感じますよね。そうですね、感じます。参りましょう。ちょっとだからこういう2車線とかもそう出る時気をつけないと1車線だけスッて出れない。はい、まあ、眩しい。うわー、パワー、余裕のパワー。余裕ですね。高山筋肉の風にこうパワーって言っちゃいそうな。はい、おお、早い早いです。早い。あ、そしてやっぱりちょっとタイヤは少し硬くなってるかなっていうのは感じます。はい、そうですね、少し路面のこう細かい凹凸、コツコツコツって感じが、はい、まあ、この辺はそうですね、まあ、タイヤ交換するとすれば、オイルも交換すると、うん、もう外装はブラックデザインパックが入ってしまってるんで、足元を少し何か、まあ、東京店の店長としてはあるまじき行為ですけどね。はい、そうですね。ただまあでもそのぐらいかっこいいということで、はいはい、だスペーサー入れてもいいのかなっていう。そうですね、スペーサーで少しデズラを整えるでもいいと思います。そしてステアリングがもうしっとり。そうですね、はい、めっちゃしっとり。僕はでもやっぱりいつもレンジ乗ると、先ほど土屋さんもおっしゃってたんですけど、ステアリングの径がやっぱ大きいなっていうのはありますよね。速、うん、い、い車高が高いからか、車高高くてかつパワーがあるんで、心臓っていうか内臓がやっぱふうっていう、うってなるぐらいね、はい、速い。そしてめっちゃ見晴らしがいいよね、やっぱりレンジって。アイポイント本当高いですよね。高い。で本当にダッシュボードとかボンネットがこう少し低く見えちゃうぐらい見晴らしがいい、はい、この巨体がさっきの動きするんだよ、ゴワーって。そうなんですよ。で本当はね、この辺試せるところ行きたいよね。そうですね。だってもう5リッター510馬力で、うん、もうなんかもうスペック的なものはもう速いのは当たり前なのはもう分かってるわけだから、はい、やっぱりここのみんなが試せない、ここを本当は試したいです。はい、はい、で燃費はやっぱり激悪そうです。燃費はまあ燃費系これついてないの、これついてる。燃費系確か出ますね、アベレージで。これかインフォメーション、平均速度、平均燃費、一応 5.6リッター。 5.6、 まあでもまあまあ、はい、5を走ればって感じですね、気がしますね。体感的にらしいですけど、はい、街乗りだと3ちょっと高速だと6ちょっとっていうことなんで、はい、ちょっと今高いですからね。そうですね、そこかなと。いやでもやっぱりそれでしか味わえないこの大排気量と、はい、うん、いくらこう同じ出足でもこうなんかパワー感ハイブリッドとかと違うじゃないですか。はい、そうですね、ターボともまた違うし、うん、でスーパーチャージャーってこう踏んだ瞬間に前に出るじゃないですか、車がグッて。で F タイプ乗った時びっくりしたもん。 F タイプ異常ですね。やばいよねあれ。あれはもう異常ですね。土方さんのお客さんでちょっと危なすぎてちょっと乗り換えますって言った人が結構いるのも分かるぐらい。だからすごくその感覚的なものって大事だなっていう。実際車速いかどうか別にして。そうですね、すごく速く感じる、うん、加速感を感じるとか。スーパーチャージャーってもう今の時代ほぼないですもんね。ないね、みんなターボなんて。うわパワーあるな、すごいですよね。 2.6、うん、車体があるにもかかわらず。でもね、ガーって加速してもなんかちゃんと車もそうだしシートもそうだし、なんか全部受け止めてくれるよね。あ、そうですね、安定はしてますよね。うん、めっちゃ
ちゃ乗り心地いい。乗り心地がいいですよね。いいな。そしてブレーキもこの重たいボディなのにしっかり効くという、ギューって感じです。あとはもうステアリングフィールが決してポルシェとかマクラーレみたいにキビキビした感じじゃないですけど、うん、適度な遊びとこのしっとり感。そうですね、しっとり感が何より一番結構ありますよね、うん、これってちょっと思ったのはこれでオフロード性能すごく高いじゃない、はい、これタイヤの感じは決してすごくつかみやすいとはオンロードだと思えないんだけど、うん、それまたアクロを走ったら違うのかな。私の経験上やっぱりこうダイレクトかって言われるとダイレクトではない感じがします、うんうん、ただなんていうんですか、不安になるほど伝わってこないわけではないの で、うん、あとまあ電子制御がもうここにあるこのドライブモード入れていただくと本当に電子制御 その車の制御がすごいので、運転者が特別その悪路にでも操作をこう強いられるっていう場面が少ないですね、うんうん、そっかそっか、車任せでもある程度安定して走れるっていう、うんうん、確かにまあ車がやってくれれば別にそんなにこうリニアにドライバーにインフォメーションを届ける必要はないですから、はい、いいな内山さんのプライベートに少し我々が、はい、そうですね、うん、足を踏み入れて、そうですね、あ、これを乗ってたんだなっていいですよね。でもいい、またあとは今結構時期としてはかなりいいのかなっていう、ああそうですね、うん、新しいの出て、はい、まあ、新型まだ納車に多分ほとんどなってないと思いますけど、なんか来年って聞いてます。僕のレンジローバースポーツ乗っていらっしゃるお客様がいらっしゃって、うんうん、新型のレンジ注文入れたんだけどっていう話を聞いたら、うん、まあ、来年っていう2023年って言ってたんで、あ、そうなんだ、はい、まだ当分かかるのかなと思います、うんうん、ただやっぱりそれ見越して多分いろいろ車がこれから出てくるだろうし、はい、時期としては結構もうだいぶ落ち着いてますしね。そうですね、前期型は金額的にも、はい、あとはこの辺で止まってる感を少し感じます。ああ、そうですね、極端にはこう、うん、大きく下がったりっていう印象は確かにないですね、うん、まあ新車価格考えたら今お買い得な感じがしますよね、うん、ついてるものと装備と、はいはい、この質感と。でもよくぞ新型でダウンサイジングをあそこで止めてくれと思ってそうですね、はい、はい、下手したら V6 3リッターぐらいになっちゃうかなと思ったけど、うん、そこにちょっと車作りの熱意を感じます。ただラインナップがもう唯一ですからね、それが。そうですね、あともうディーゼルとかそれのハイブリッドってことで、はい、まあ、比較的この辺の車ってそこのあたりとこうハイブリッドとか EV と相性はいいのかなっては気がする。あ、確かにそうですね、どっちかというとそのモータースポーツ直系の車よりかは、うんうん、ハイブリッドとか EV との相性はいいのかなって思うけど、でもやっぱりちょっとうーんっていう今結構レンジローバーもまあボーグ、このレンジローバーでなくレンジローバースポーツとかでも結局 PHEV とか、うん、ハイブリッドモデルが結構流通台数的にも多い印象なので、うんうん、まあハイブリッドも人気は人気ですよね。ハイブリッドも乗るとね、いろんなメーカー出てるけど乗るとめっちゃいいけどね、うん、そうですね、なんかもうオンオフできるし静かだし、はい、ただあとはその、まあ、排気量も大事なんだけど気筒数ってすっごく大事っていう感じる部分で、はい、だ市場レビューで気筒数はもう今後だから環境性能って言われても排気量は、まあ、ともかく気筒数は減らしてくれるなって書いてるのがあったんですけど、まあ、確かになって思った、うん、気筒数減るとちょっと結構キャラクター違いますからね。そうですね、やっぱでもこの、まあ、うるさ決してうるさい排気音じゃないじゃないですか、うんうん、このなんかこうパワーがある感じのエンジン音とかこれってやっぱなんだろう、ある意味高級感にもつながると思う、うん、これぞ高級車だよねっていう感じもしますよね、うん、ゆとりのこのパワー、はい、
ぱり路面ちょっとこの感じますね、このタイヤのこの、うん、ちょっとちっちゃいこの路面のこの凹凸が包み込めてない感じは、はい、うん、これでもホイールベース長い分少しこうちょっといなしてくれてるような感じもしますけどね。直進安定性はバッチリです。なんだったらもうちょっと高い速度域で、はい、あの確かめたいぐらい、うん、いやー本当にね、2トン600あると思えない。そうですね、飛ぶように走るいいですよね。でも車体重いのにこうしっかり加速してくれるんで、うん、こうもたつきもないですし、本当に、ね、加速感で言ったらもっとちっちゃい SUV ぐらいの、うん、クイックな加速、めっちゃ楽。ステアリングヒーターもついてて、アームレストもだって、ここともう一個こっちもついてて、そうなんです、うん、今日ちょっとあったかいんでしれーっと、すいません、私は助手席に今シートクーラー、ベンチレーション入れてますいやレンジの、ベンチレーションめっちゃ効くんだよね。効きますね、この通りです。あのいろいろ乗せてもらったけど、レンジが多分一番強烈な気がします。あーヒーター系も早いですよね。うん、早い、快適です。はいえそう、レンジローバー、これが最初僕は慣れなかったですね。あのフロントガラスに入ってる熱線のね、はい、最近多いよね。多いですね。これ気になりだしちゃうと見えちゃうんだよね。そうそうなんですよ、気にしなければ見えないですけど、気にし始めると見えるっていう、うん、ですね、今お尻めっちゃ寒いぐらい涼しいんだけど、すごい涼しいですよね。ステアリングヒーターをオンにしたらステアリングがもうめっちゃ熱いぐらいガチャガチャです、はい、効きが良好なんですよね。確かにね、フロントガラスのこのなみなみなみはね、そうなんです、慣れちゃえば本当に、うん、いやだから言われるまで全然気にしなかった。そうですよね。でも結構最近ドイツ車なんかでも、うん、僕ミニのメカニックやってたんですけど、はい、ミニもクロスオーバーから確かこれ採用されて、はい、結構言われたっすね、お客さんから、見づらいって。まあ便利は便利なんですけどね、熱線が入ってるという、うん、はい、ああもう池田君が言うから見えちゃったいや僕も最初乗り始めて気にならなかったですよ気にならなかったですけど見え出しちゃうと気になっちゃう、見え出しちゃうと、そういえばっていう。ただ別に何かそれで運転しやすいかとか見にくいかっていうのはそれはない。そうですね、ただガラス交換がやっぱ高いです。ああなるほど、飛び石とかで、うんうん、ただでも普通の車よりかあれじゃないの、ガラス飛び石の比率も車高高いし、ね、はい、割といいのかなっていう、いいな、ちょっとここ U ターンしてみましょう。はい、はい、パドルもついてるし、はい、もうその辺はおなじみの、うん、パドルもちゃんとハンドルこう持って届く。そうですよ、車によってはもうちょっと内側でこうやらないと届かないけど、はい、ちゃんと届くし、はい、あとはこのシートの調整の幅の広さ。そうですね、どんだけ調整させるんだよっていうぐらい。あ、まあでもメモリーも座面もこれめっちゃ出せるんだ。そうなんですよ、しっかりメモリーもついてるんで。あ、ステアリングのレスポンスはめっちゃクイックかっていうとしっとり、そこも、はい、でも滑らかですよね。滑らか、で本当になんかこういうタンパイクみたいな、こういうところもちょっと走ってみたい、どんだけこうステアリングがついてくるのか。そうですね、静か、車。そうですね、めっちゃ静かだよね車。もうレンジローバーって本当にもう僕は今だに本当にトップの方ですね、乗り心地とか快適性は。でもこれがいろんなメーカーにこう翻弄されて、いろんなところの傘下入ったりして、今インドのタタモータースの傘下で、そうだ確か、まあ、一時期 BMW 参加の時もあって、鍵が BMW の鍵の時もあったり、エンジンがフォードだったり、
確かこの方もフォード製のエンジン積んでるやつもあるんですよね。へえ、あ、じゃあもう、いろんなこうその辺翻弄されてても車の作りがなんか一貫してるってすごいよね。そうですね、確かに。でもやっぱ細かいとこ結構新しいのも改良されてますので、うんうん、これも前期で後期になって2画面になってシフトレバーも変わったじゃないですか、うん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 、やっぱりいろいろ変わってきてます。なんかシートのスイッチもこっちになってるの。ああ、そうですね、そうですね。でも車の本質的な部分は本当にやっぱ前期後期も多分モデルチェンジして出てくる新型も変わらないんだろうなっていう感じですよね。新型もだから乗ってみたいと思う。乗ってみたいですね。よいしょ。じゃあ後半戦は池田君ドライブで。はい。まあ、ここうわあ、はい、切り返しが早速。こういう早速切り返しが。こういうとこ。ちょっとでもここは90度超えてますからね。そうそうですね。はい。110度ぐらいのカーブ、一車線一車線は今曲がれなかったということで。はい、でリアのエアコン、はい、こんな感じで構造。広い。後席はめちゃくちゃ広そうですね。広い。本当にミニバンぐらいのなんか空間の広さね。ああ、ですよね。うん。SUV 乗ってるっぽくない。特にこの足元やばいね、これ。僕の短い足だと運転席側でも全然届かないです。さっき後席座った時も本当に前とか前席とか遠いですよね。遠い。あ、これシェードだけなんだね。あ、後ろそうです。はい。なんでスライド開けるのは前ですね。前で。はい。そしてブラインドもこの通り。プライバシーガラス。え、窓でかっ。でかっ。窓めっちゃでかいね。やばいっすね。改めてこのでかさ。本当だ。なんで多分、これで本当にブラインドまで閉めたら後ろはVIP の送迎。そうですね、夜はちょっと見えないかもしれないですけど、うん、広。そして調整はちょっと待って、あ、ランバーサポートで背中がこうモコ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 って出てくる感じだと。はリクライニングはこれでマックスですね。そしてリアもエンターテインメントがついてて、でこれがちっちゃいのと大きいのあるんですよね。はい、そうです。でオートバイオは大きいのしかない。オートバイオは大きいのですね、はい、でこれ大きいのなんで、はい、小さいのはヘッドレストの中に埋め込まれてる。はい、埋め込まれる8インチぐらいのモニターになります。これ多分この今僕が撮ってるこの画面でこの広さとこの快適さが伝わるかなと。あ、後ろの席の方がなんかタイヤの感じやっぱり伝わるっすね。あ、本当ですか。うん、快適すぎて全くこの5リッター V8 スーパーチャージャーを踏んでみる気にならないですね。もう快適、寝ちゃいそうだもん、うん、そうですね、快適ですね。これいいね。いや、だから本当にセダン高級セダン以上のなんかこう、まあルーフの高さもそうだし、うん、セダン以上のなんかこの空間の広さと余裕。そうですね、車庫が本当に許されるのであれば。そうね、逆にこういう、そこだけじゃない。そうなんですよ、選択肢はいいのかなと思いますね、うん、もう駐車場別にでっかい車も止められるよっていう方、うん、自宅の周り別に道狭くないよっていう方、あとはガソリン代そんなに気にしないよっていう方は、はい、まあまあカツカツで乗る車じゃないですしね。そうですね、はい、いいですね。ブラインドスポットもしっかり機能してて。あ、そっか、その辺の便利機能なんかも、はいはい、ついてくると安全装備もしっかりついてますね、はい。じゃあレーシング経験ありの池田君が乗っても。いや、もうただただ快適ですね。
ただやっぱ車幅はちょっと最初のうちは気になるかもしれないですね、うんうんうん、車自体も大きくてやっぱちょっと幅感じるかもしれないですね。確かに。ただ車が四角いからなんか運転しづらい感じは全くない。あ、そうですね、見切りもいいですし、うんうん、快適ですね。だからちょっと実は名古屋店で、はい、レンジをちょっと改造するみたいな話あって、おなんかこうキャンプとか乗ってったら最高だよねみたいな、はいはいはい、だやっぱり僕的にはどうしてもそのオンロード都会の SUV というイメージだったんで、はい、いやいやそれ結構浮いちゃうんじゃないですかと思ったけど、はい、なんかね改めて予習したらやっぱりそういう車だし、うん、まさにこれでなんかキャンプとか山とか、はい、うん、もう行けちゃう、うん、使い方っても全然ありだなと思って。そうですね、確かに、まあんまり見ないですよね確かに、うん、都会ユースで使っちゃう人が多分ほとんどというか、まあ、この高級感をやっぱり見ちゃうとなかなかこうオフロードでじゃあドロンコになろうっていう感じにはならないですよね、うんうん、でまあドロンコにならなくてもまあキャンプに行ったりとか、はいはい、ちょっと山に行ったり、うん、まあ、あとはその SUV 性能高いっていうのは、まあ、直結すればスタッドレスで履けば雪山とかにもガンガン行けちゃいますから、うん、はい、ただ分からないですけど、まあ、もしそういうキャンプとか行くことも想定してご購入されるのであれば、はい、僕は個人的にですけどやっぱイギリス車って塗装が柔らかいじゃないですか、はい、プロテクションフィルムを貼っていただいた方がいいかなと思います。確かにイギリス車全般ちょっと塗装独特ですよね。そうなんですよね、質感はいいですけど、はい、結構やっぱボディコーティングとかの話を聞いてて、まあ、磨きするじゃないですか、磨き聞いてても結構やっぱデリケートな塗装なので、特に黒系だし、はい、まあ、プロテクションは貼っていただいてもいいかなと思います。ただ面積がでかすぎてプロテクション代が高そうな気がします。そうですね。ただまあ貼り方いろいろできますからね、はい、前だけとか、まあ、ボディの下側とか、はい、まあ前面じゃなくても、はい、よく傷つくところだけ貼るなんていうのもいいんじゃないかなと、はい、ちょっと最高すぎる。やっぱり店長クラスになるとこの辺乗れるんですよ。そうですね、はい、ちょっと私も頑張って。そうですね、僕もちょっと頑張りたいと思います。ボンドグループ最下層の私としては、うん、そして今ちょうど交差点ですから、このコーナーの曲がり具合を、そうですね、はい、池田君にレビューしてもらいたいと思います。やっぱりちょっとワンテンポ遅れるとは言わないけど、うん、どこまで行ってもゆったりなんだなっていう感じは。そうですね、まあ、やっぱある程度のロール感は許容されてるというか、今こう例えばメルセデスとかもそうですけど、あのロール感を抑えるような工夫がされてるじゃないですか、うん、エアサスペンションでこうそういうのは逆ロールさせたりとか、ね、そうなんですよ、そういうのはあまり感じ取れないので、うん、まあ、ある程度許容ロールを許容してっていう感じですよね、うん、でもあの辺の逆ロールとかも他の制御がちゃんとこうできてるからこそ成立するものであって、はい、じゃあロールしないようにガチガチに、例えばメカ的にスタビライザーガチガチにしちゃったらどうなのかっていう。そうなんですよね、やっぱりロールって曲がるためには必要なところだし、うん、うわいいな、いかがでしたか。でもパワー感は全然いいですよね、本当に出だしとかもスムーズに出てくれるんで、車のロール感は僕もともとあんまりこう背の高い車にちょっと慣れてないので。なるほどなるほどなるほど。ちょっとあの池田君リアルに寝そうです僕。ブレーキもでも本当にいいですね、なんか車体重いわりじゃないよ、ね、そうなんですよ、不安感もなく結構優しいタッチというか、うんうんうん、多分誰が踏んでも優しく止まれるなって。そうですね、はい、あと確認しなくていいやつ、はい、うん、これはいいですね、味付けとしてもすごく丁寧な、うん、おやすみなさい。ね、カメラマンと2人で後ろで眠くなってます。でも意外や意外、本当にまたこの話かってなっちゃいますけど、あの、はい、GTC4 ルーストやった時僕寝そうだったんですよね、はい、ああ。いいでもね、本当に究極いい車はね眠くなるよ、ね、やっぱそうですよね、なるなる、
レンジも確かに眠くなるだろうなって感じします、うん、これはもう僕も多分例えば長距離これで行くってなった時は、うん、多分眠くなっちゃいますね。多分あのゆりかごでこう揺すられてる赤ちゃんとかでこういう気分なのかなっていう。そうですねもう快適にこの適度なこの振動と、うん、はい、やっぱだからこれエアサスペンションっていうのはまた大きいですよね。そうだね。うわこのでかい巨体が。そうですね、この加速やっぱでもこう車のロールでの沈み込みがあるんで、うんうんうん、あのちょっと船みたいな確かに感じがしますね。これタイヤから飛んでいちゃいますね。確かにそうですね。やっぱりタイヤのねちょっとゴツゴツ感をコツコツ感を感じる、うん、あとロードノイズと。そうです、ね、溝があってちょっともったいないけどやっぱりね、うん、7年だから。そうですね、もうそろそろ、まあ、コンパウンドの硬さ的には限界かなっていう、うん、まあ、車の静粛性は多分いいはずなんで、うん、タイヤをしっかり変えてもらえる。でもなんでその3万8000キロでしょ、タイヤの持ち良すぎじゃない。そうですね、結構状態別に極端に悪くはないんで、ね、普通だったらこれだけパワーあってさ、これだけ重量があったらもっと減ってそうなイメージだけど、うん、まあ、僕もまあ仕入れとかもやらせてもらってるんであれですけど、うん、もう7年経ったタイヤってだいたいサイドウォールもバキバキにひび割れてるでしょ。特にヨーロッパ系のタイヤってオゾンクラック入るからさ。そうですね、それを見ちゃってるとだいぶ持ちがいいというか。やっぱり車のあれなのかな、そのトラクションのかけ方とか。そのタイヤに対する負荷もあるんでしょうね、うん、おそらく、まあ、あと扁平率とか、まあ、いろいろ本当にあると思うんですけど、まあ、基本的にもうフルタイムで四輪にこうちゃんと分散されてる感じは、うん、結構今四駆のモデル多いですけど FF ベースの四駆とか。そうですね、はい、少なくないじゃないですか、はい、で基本なんか肉で、はい、必要に応じて四駆になりますみたいな、はい、で実際テストしてみると全然こう四駆になってなかったりとかまあやっぱ燃費考えて。そうですよね、常にこう四駆でっていう車は今少ないですよね、うん、まだ。あと FF ベースの、まあ、あるあるだけど FF ベースの四駆だとリアのこのトラクション抜けちゃうのに関しては、うん、フロントが残ってればこうグッて前で出れるけど、はい、肝心のそのフロントのトラクションが抜けちゃうとリアでこうかけないみたいな、うん、ああそうですね。だランドローバー系に関してはもう基本もうフルタイムなんで、はい、必ずどっか一輪でも設置しててればそこからグッてかけるっていう。いやありがとうございます。ありがとうございました。それじゃあ最後になりますけれども、はい、買取強化中ということで、はい、結構頑張って仕入れてはいるんですけども、あのおかげさまで結構東京店に関しては在庫が日々ちょっと薄い状況もありますので、あのすぐショールームを置けるようなお車とあればぜひぜひ買い取りのお話いただければなと思います。特に今結構新車が滞ってますからね。そうですね、はい、あの結構需要と供給のバランス崩れてますから、はい、逆に乗り換え希望されている方は、はいはい、結構チャンスなんじゃないかな、はいはい、ぜひあの直販できそうな車乗ってるぜっていう方は東京店池田君までご相談いただければ、はい、よろしくお願いします。ぜひお問い合わせください。というわけで今回はレンジローバーオートバイオグラフィー LWB をご紹介させていただきました、はい、車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。